パラティーノ、パラティーノの丘は、ローマの79のうちの一つ。最も歴史が古いと言われている。パラティヌスの丘には、パラティウムとケルマノスの二つの頂きがあるが、紀元前三世紀頃以降は、パラティウムは、パラティヌスの丘全体のことを指すようになる。フォルムロマヌムとキルクスマクシムスの間にある。古代には、 ローマ建国の英雄ロムルスとレムスがかつて住んだとされ、その後貴族の邸宅が建てられ、後に初代皇帝アウグストゥスを筆頭に、歴代の皇帝の宮殿が建てられたため、イタリア語や英語で宮殿を意味する語の語源となった。ローマ神話によれば、軍神マルスとレアシルーヤの間に、双子ロームルスとレムスが生まれたとされている。王の末帝のアムリウスは、王位を奪っていたが、 兄の孫である双子の復讐を恐れて、双子をテベレ川に捨てた。双子は狼に拾われ、ここパラティヌスにあった洞窟で育てられた。そのため、この洞窟があった場所は、ルペルカルとも呼ばれる。やがてカイのファウストゥルスに保護され、その妻アからラレンティアに育てられる。やがて二人は成長し、 祖父の軍隊に山賊と間違えられて捕らえられ、尋問されるうちに孫と判明する。間もなく兄弟は反逆者の叔父を殺し、祖父を福井させた。兄弟は自分たちが捨てられたテベレ川の川岸に国を建設しようと決めた。ロムルスはパラティヌスの丘が、レムスはアウェンティヌスの丘が良いと主張する。兄弟のうちのどちらが、 建設者になるかを取り占いで決めることになり、兄のロームスに軍配が上がり、新しい町の城壁を築くために溝を掘り始めた。それに、弟のレムスが怒り兄をあざけったので、兄弟の間で戦いが起こり、弟が兄に殺されてしまった。弟を立派に埋葬したニーロームスは、紀元前753年4月12日ローマを建国し、パラティヌスに 多くの人を住まわせた。彼は40年間統治し、雲の中へ消えていった。これが、ローマの起源だとされている。パラピヌスで起こった、神話上の出来事は他にもあり、ヘラクレスがゲイリオ,オンの牛の軍を連れて、ギリシアに帰る途中この地を訪れ、牛を盗まれたためカークスを倒したと言われる場所である。その戦いの時に、ヘラクレスの棍棒でうがたれた割れ目が、 パラティヌスの丘の南東に残っているという。発掘調査によれば、紀元前千年頃には、パラティヌスに人が居住した痕跡が見つかっている。古代ローマの歴史家リウイウスによれば、サビニ人とアルバ人がローマに移住してきた時に、もともとここに住んでいたローマ人は、パラティヌスに移り住むようになったとされる。共和制ローマ期には、貴族など裕福な人々が、パラティヌスに住まいを構えるようになる。 帝政ローマ期。この地区は皇帝が住む宮殿が立ち並ぶ地区となる。ティベリウス帝が造営したドムス・ティベリアナ、ドミティアヌス帝など、フラウィウス長期のドムス・フラウィアなどである。ティベリウス帝が建てた宮殿を除くすべての宮殿群のことをドムス・アウグスターナと呼ぶこともある。アウグストゥス帝は自ら建てたドムス・アウグスティの隣にアポロン神殿も造営している。また、古代ローマ期を通じ、パラティヌスは ユノやマイアを崇拝するルペルカーリア祭りが行われる場所でもあった。アウグストステーヌ日リウヤの宮廷と見られているドムス・リウヤエが現在修復作業中である。隣にはキュベレーを祀るキュベレー神殿は発掘作業中で一般公開はされていない。ドムス・リウヤエからフォルムロマヌムに向かう斜面にはドムス・ティベリアナが建てられている。 パラティヌスの丘の中央付近を占めるのはドムス・フラウィアの建物群で、ウェスパシアヌス、ティトス、ドミティアヌスといったフラウィウス朝の皇帝たちが整備した。また、それ以降の皇帝たちもドムス・フラウィアをキルクス・マクシムス方向に向かって増築していった。キルクス・マクシムスから望むパラティヌスの建物群は、主にセプティミウス・セウェルス帝が増築したもので、ドムス・セプティミ・セウェリと呼ばれる。 このセプティミウスセ・セウェルステイが増築した宮殿の横には、スタデオンと呼ばれる戦車競技場キルクスに似た施設がある。戦車競技には狭すぎるため、古代ギリシャの陸上競技会を催す競技場だと推測する説もあるが、実際の利用方法は不明である。また、競技場の形をした庭園であったとする説もある。現在、パラティヌスの遺跡群は、 フォルムロマヌムとフラウィウス円形闘技場と一体となった広大な屋外博物館として一般公開されており、同一の入場券で見学可能である。パラティーノ 123456789ABCDE フォルムロマヌムフォルムボアリウムキルクスマクシムス1ドムスティベリアナ2ドムスリウィアエ3ドムスフラウィア4ドムスアウグスターナ5スタディオン6 ドムス・セプティミ・セウェリ。七、アポロン神殿。八、クラウディア水道の水道橋。九、セウェルス浴場。A、アウグストスの家。B、キュベレー神殿。C、ロムレスの家。D、エラガバリウム。E、ホレア,ア・グリッピアーナ再現模型。アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エス・クイリヌス・パラティヌス。クイリナリス・ウィミナリス紀元前31年のローマの地図上に示した。 ローマの79及びその他の主要地形の名称、都市を囲む国天線はセルウィウス城壁初期ローマの79都市、ローマ成立前に人が定住したと伝えられる79で、オッピウス、パラティウム、ウェリア、ファグタル、ケルマルス、カイリウス、キスピウスの7つである。カッコ内は現代のイタリア語での表記。 ローマの七九詳細は、ローマの建国神話を参照としローマの起源となった。ローマの七九は、アウェンティヌス、カピトリヌス、カイリウス、エスクイリヌス、パラティヌス、クイリナリス、ウィミナリスの七つである。カッコ内は、現代のイタリア語での表記。現代のローマ七九はアウェンティヌス、カピトリヌス、パラティヌス、クイリナリス、ホルトロルム、ヤニクルム、オッピウスの七つである。 カッコ内は現代のイタリア語での表記。ありがとうございます。